っていうのは一体化してるんです。ね、分けられてるんです。自然と一体化してる。だからね、私の会社でね、今いろんなところから経営の相談いただいたらね、そこの会社行ってね、一体化してるんです。自然ってのは一体化してるんです。ね、で今の世の中いっぱい分けてますね。お医者さんでもですね、眼科とか歯科とかね、耳鼻咽喉科とかですね、胃腸科とか、こうみんな分けてますね。ね、この分けるのは本来間違いでね、一体化してますんでね。一体化するね。例えば私の一番専門の小売業の商売で言ったらね、銀座のような、あれ、新宿か、銀座にします。銀座のようなですね、世界中から客が来るところの商売の仕方をね、大証券商法と言いました。それに対してね、人口1万の街でやる商売はね、小証券商法と言って、全く違う商売やってたんです、今までは。ところがね、銀座でもできるし、田舎でもできる商売を開発した、商売の方を開発した。これ大証券商法と小証券商法の一体化。ね、どこでやってもぐーっと売り上げが上がるんです。利益も上がります。いわゆる一体化なんです。これ分かりやすく言いましたので、ね、皆さん方ここに取りましたらですね、仕事と遊びと趣味を一体化してください。いっぺんに生きるのが楽になってね、うまくいきますよ。仕事と遊びと趣味を一体化してほしい。これ簡単なんです。あるいはね、本音と建前を一体化してほしい、ね。言うこととなすことを一体化してほしい。ぐーっと業績上がります。ね、一体化、これね、自然なんで、自然ってのは一体化してるんですよ。だからね、私はですね、消費税上げたくない。政治家がみんな言いました。今日選挙ですからね。みんな言いましたが、上げなかってどうするか、本当にできると思っておっしゃってるかどうか、というとちょっとわからないんですが。まあ、とりあえずね、経済の世界では、あるいは世の中ではですね、自然の摂理に合うと、間違いなく、うまくいくと、いうことがですね、はっきり分かってきた。こちらのチャンネルでは今後も創業者船井幸雄の映像を配信していく予定です。ご興味のある方は高評価、チャンネル登録お願いします。